りあえず、吐く、オーブを見つけたっていう話を聞かせてもらっていいかな。はい。とりあえずオーブなんですが、ここから数キロ離れた山奥にあるやけにでっかい建物の中にありました。ここから数キロ、それならここの町の人に聞けばわかりそうだね。それにしても吐く、こんな時間までサーチをかけてたの。うん、日課なの。寝る前に周辺に毎回サーチをかけてオーブがないか見てる。ほんまエコや。あ、次ーん、私もやろうとしてましたよ。そうだそうだ、吐くばっかりずるいぞ。私たちも褒めろー。わかった、君たちは偉いから今日はそこで3人仲良く寝てなさい。俺は脅迫と同じ部屋で寝るから。私がいながらそんなことするなんて。全職審査別反対。ご主人、さすがに3人は狭いです。ハッと寝た方が夜安心して眠れるんだよ。今日はおとなしく3人仲良く大人気シングルルームで寝てろ。それじゃあハク、一緒の部屋で寝ようか。は、はい。それでは皆さん、おやすみなさい。ご主人。とりあえず山奥にある建物について聞いてみよう。すいません、聞きたいことがあるんですけどいいですか？いいですよ、どうしました？この町の離れの山奥にある建物って知ってますか？知りません。え？ホテルはどうですか？不自由ないですか？ちょっと、話を。かな、いい。いいホテルですよ。本当ありがとうございます。それでは失礼しますね。なんで聞かないの？絶対知ってる顔だよ、あれは。ああ、一気に恐怖に満ちた顔した。つまり開けてはいけないパンドラの箱なんだよ。おそらく、喋るだけで、命を脅かすほどのリスクが生まれる。カナもそういう国に一度行ったことあるんだからわかるだろ。うん、つまりハクが見つけた建物はそのレベルでヤバいってことなんだね。危険な匂いがする。気をつけて情報を集めよう。うん。しかし、俺とカナはそれから新しい情報を得ることはできなかった。じゃあ、メディアの方は情報屋から情報は得られたんだね。はい、ですが高かったですよ。500万。はぁ？私も詐欺では、と思いましたが、聞いたら納得しました。そうなのか、教えてくれるか。建物の名は監獄塔。名称の由来は島内の人間がそう呼んでいたため、そう呼ばれているそうです。島内の人間、ここ周辺の町に住んでないのか。わかりません。ですが、情報屋もそれ以上の情報を求めたら監獄塔に投獄されるからできないって言ってました。なるほど、情報を出した者は反落者、もしくはスパイとみなして投獄されるってことか。はい、そして数年前に情報屋の一人が情報収集系能力者で監獄塔内部の情報を得ようとしていたらしいんですが、監獄塔内部から弱探知をかけられて、見つかり、監獄塔に投獄されたみたいです。その他にも、監獄塔関係の話や、情報を話すと決まって注意喚起、そして監獄塔から捕まえに来るらしいです。それは相当だね、だから誰も話さなかったのか。どうします？私たちは実力もあります。情報突破でオーブだけ取るということもできます。そうだな、でもあの世界テロが起きた後にもかかわらず監獄塔の管理はいつも通りだったんだろう。そうですね、それを平然としのぐ実力者がいるのは間違いありません。まあ、それでも俺たちはオーブを見つけるために旅をしてるんだ。手段を選んでる場合じゃない。行くしかないんだ、どんな場所でもね。あくまでも囚人を捕らえている建物です。最悪指名手配者になる可能性もありますよ。そうならないようにみんなで協力していこう。もうこんな話をしているんだ。相手に感づかれてるかもしれない。時間は短い方がいいだろう。そうですね。カナとハクを呼んでくれ。メリアはさっきの話をセッカに頼む。わかりました。メリアに呼ばれたけど、情報を掴んだんだね。ああ、だけど、すでにバレている可能性がある。迅速にやってもらいたいことがあるんだ。え、バレてる。穏やかじゃないね。やっぱり危険なところだった。ああ、最悪世界を敵に回すかもしれない。そんなに。それで私たちは、ハク、例の建物、監獄塔、って言うんだけど、その監獄塔の塔内を空間把握で全部出してくれないか。は、はい。そして、それができたら、監視カメラの位置を全部把握してくれ、当日全部破壊できるように。そっちは時間がかかりますけど。わかった、でも時間がないから、できる限り急ぎで頼む。はい。ってことは私はハクが掌握した塔内の囚人、管理人全員を別次元に飛ばせばいいんだね。ああ、俺の考えとリンクしてるから話が早くて助かる。リンクまで少し時間かかるけどね。それでカナの言う通り、ハクが掌握後、囚人、管理人を全員把握し、当日全員を一人残さず異次元に飛ばしてくれ。これで、監視カメラ、人の目、すべてを避けてオーブを取りに行けるってことだね。メリアには顔を隠せるフードを人数分買いに行かせた。セッカには、おそらくサーチが働かないから監獄塔周辺の情報を入手しに行かせた。
段取りが早いね。それじゃあ私たち次第ってことか。頑張るよ。ああ、俺は白田島内を出したと同時にルートと作戦を考える。時間はない、ギリギリまで追い込もう。サーチがかかった。島内すべてを一瞬で盗んだ。バカな、俺の能力を干渉させる前に島内情報を盗んで消えた。相当な手だれってことか。市場を集めるか。緊急事態だ。島内の情報を抜き取られた。範囲は9割以上を予測する。しかも逆サーチをかけようとしたが、あまりにも素早かった。探知する前に消えた。混沌が遅れを取るほどですか。それはただものではありませんね。痕跡の跡さえ残っていれば私の能力でサーチし直すことは可能でしょう。痕跡が見つかったならすぐに私に。そうね、相手は空間掌握系のスペシャリストなら私も野放しにはできないわ。私は痕跡追跡は苦手だから、混沌と凍結に任せるわ。でもこちらもすぐに動きましょう。一瞬でも混沌を出し抜いた相手、十分注意しましょう。そうだな、なら俺の出番だ。一度相手さえ把握できれば俺がまた捕まえに行ってやるよ。でしたら私も同行した方がよろしいですね。探りながらになりますので。そうだな、お互い適材適所があるんだ。その分野は凍結に任せる。今回はほとんど盗まれたということもある。分かり次第即行動するぞ。ならば俺がサーチされた痕跡を見つけ、凍結に受け渡す。そして凍結はそこから逆探知をかけて頭骨と同行し、罪人を迅速に確保。吸気はいつも通りだ。島内の潜入の可能性を考慮して、俺と待機、常に臨戦態勢に入っておくように。わかったわ。さて、久しぶりに手応えのありそうな相手そうだし、準備しておくか。凍結、入り口で待っている。さっさと探知かけろよ。ええ、任せておいてください。さて、どれほどの手だれか。じゃあ、私も仕事途中で辞めてるから戻るわね。ソフィアヌだけは危害を受けないようにしないと。では、今から島内全域に違和感がないか探す。少しだけ待ってくれ。はい、準備してます。絶対に逃がしはしないぞ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。